研ぎ澄ませ。これ部屋でもできるんだ、知らなかった。まあ聞ける機会が少なくなったんで、もう一度。今日はもう寝ようぜ。うっす。そうだな。ブレねえな。6月だともう結構そうか。囚人戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の個性への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の構成に励むがいい。お、来た、中枠。よし、アジャス。でかい。これとりあえず正義作っとくか。スーパーストック。そろそろ時間だな。あ、そうだ。で、魅力だよ、魅力。そう、あの明智くんのね、あのコープがですね、知識と魅力三々にないと。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと、明智くん。察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに、怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろう。自己評価が高いのね。回答は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サエさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？いっぱいいっぱいじゃないですか。こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。
よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても？待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうかただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か。似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で？世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは。お前さんとこの師匠、ああ元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか。じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。また。かっこいいな。おーい、うん、起きたか。坊主、向き合う決心がついたんだろうな。なんぞ窃盗団。ああ、あれね、渋谷側だこうだっていう。うん、そうそうそう。何？なるほどね。うん。深夜の渋谷か。確かし。狙わせる。
よし行こう。間違いないですね。やっぱりそういえば全然いっとらんね。タイミングがな、味すりゃいいだかね。ん？いないか。すっげえ催促されるそうなんだよな、生きてんだけどな俺も。あ、日曜か。よう、あれ今日あれないのか、通販、うん、マジかよ、なんてこったい。だからでよ、うん、まあでも事実だからね、これは。はあ、そうなるわな。なんか耐えてんって今回なんかあれみたいですね。いつでも、前回もそうだったっけ。あげやすいんだよね。あ、待って、こうか。ゆうすけそろそろいけんのか。おりますな。いや、うん、そうか、これで開くのか。すまんの、冷やかしのつもりではなかったんだが。あ、すぎちゃった。ういっす、いらっしゃい。ごほごほ、いいぞ。器用さか、魅力と優しさ。今日は安藤のですね、うん、待って、レンガ持っちゃおるよな確か。うん、うずめが今回節制で正義なんだよな。エンジェルが確か正義だったかな。後で下ろしに行くか。行くべ、付き合う、うん、ん？これはどっちがいいんだ？遊びに出かけとあれか、なんか新しいとこ開けんだっけ？うん、どっちもいいのか、多分。オッケー。うん、流行ってるとこ。おしゃれなとこ、お、原宿公園、公園いつも行くかんな。原宿行くべ、じゃあ竹の子通り行くか。じゃあ行こう。ねえねえ、うん、大変そう。うん、
確かし。ねえ。いいじゃねえか。ん？そうだ。撤収。アイドルポスター、おー、部屋飾れるやつ、オッケー、帰ろっか。うい、日曜だからトラさんか今日は。ああ帰ったか。うん、あー明智がね、探偵王子。のトラさん、行ったぞ。つあーくそ、生きてー。いやーでもなー、超生きてー。トラさんはね結構そうなんだよな、この辺は優先的に進めてって、日曜を結構自由に動かせるようにしたいんだよな。よっしゃ行くか、悪いな龍二。皆さん、うん、指導、なんでもないですよ。うん。うん。こいつも思うとこがあるんだろうな、なんか。ギミ、ありがとう。なんだよ、分かり合えるじゃねえか。トラウマか。いいよな。よし。お、これ上がんじゃない？これ。トラさーん、注目株。
よし、やったなんとかなったまたよろしく頼むよ。とりあえずあとは優しさ、とりあえず星にしたいですね。お疲れ様です。費用もちょっと上げときたいんですよね。そろそろユウスケが解説できるから、うん、4にしとかないといけないんですよ、ね、次は費用重視かな。うん、ありがとうございます。トラさんの笑顔いいよな。あ、じゃあ、ドン。月曜今日丸木先生いけるかな。お、ゆうすけじゃん。いや、おや、ゴロちゃん。おかげさまでこっちで行くか。ええ、なんか普通にお前そんな普通に心配されると惚れちゃうぞ。先輩、あーそれか、なんかじいさんだっけ。うん、顔隠してか。いろんなコープ解説するかな。あ、悲しいね。うん、あ、そっか、そうなのか。確かし頭上に降り注ぐ金属。はい、答えてごらん。水で髪を洗い続けると色が変色する。何色になってしまうと思う。赤、緑、実は変わらない。なんかこの感じだとこれなのかな。引っ掛けと想像、予想。違うよ。なんだと。あ、緑になるの。あ、言われてみれば確かに。金や銀酸性に溶けない。こういうのアホーな。雨の本当の恐ろしさ。うるせえなてめえ、分かってねえじゃねえかよ。うん、酸性4000年以上。行かないなあ。ああ、はい。ヒルタ面白い先生だけど、うん、よかった、まだ帰ってなかった。ん、新島さんからことづてよ。すぐ生徒会室へ行ってくれる？紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。囚人の生徒会長、新島誠さん。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ伝えたからね。校長のお気に入りだか知らないけど。
なんで私が生徒のパシリなの。新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。一体何の用だ。行かないとダメっすかね。ボロちゃんになってる。図書室。その足で向かうか。あれ、3階。待って。どこ行けばいいのか。なんだって。上行けない。教室と3階。ここか。なんだ。